増えたんですよ。あ、はい。うん、なんか 3cc を、3cc、はい、2回飲んだ。あ、はい。もう一回ちょっとこれ。大元は心臓がもともと大きいって言ってたじゃないですか。はい、ね、心拡大、はい。で、これがもうギリギリになって、うっ血性心不全という状態になってると。はい、じゃあ前の子にも説明したかもしれないけど、心臓はこうあってね。はい、右左分かれ出て、全身の血液が右に来て、肺へ流れて、でこの血液で二酸化炭素が多いわけだけど、二酸化炭素と酸素交換して酸素の多い血液がこう流れて全身へ行くと、で全身へ酸素を運ぶと。だけど多分どっか便かどうかは壊れてる、一番ハムスターちょっとねはっきり確定されてないけど、人間とかね、まあ、だとここの便、左心房と左心室の便、これがね、僧帽弁って言うんだけど、これが壊れちゃってね、では普通はここに100血液があると閉まって、ギュッと収縮して100流れていくやつが、これがちょっとしっかり閉まらなくなる、そうすると90しか流れなくなってこっちに10逆流しちゃうと、そういう状況が起きるケースが多いんですよ、そうすると絶えず10、ね、血液酸素が足りないと低酸素の情報が脳に流れます、もっと血液酸素くれと、そうすると脳は頑張れと心臓に言うわけ、治せれない、そうすると代わりに代償的にここの筋肉が分厚くなって、強い力で流してなんとか90だったのが96ぐらいになるぐらい、100にはならないけど、そういうようなことが起きる。まずここで左心室で血圧が高い状態、1個前の部屋左心房は絶えず血液が来るのにさ戻ってきちゃうからさ、10、まあ、1回だけの話すると110になっちゃう、やっぱここ血圧高いから先送りたいですよね、分厚くなる。で今度ここの中の血圧も上がってくる。で今度肺の細かい血管の血圧が上がってくると、細い血管毛細血管っていうんだけど、そこは水分が透過しちゃいますから、あんまり血圧が高いと毛細血管から水分が肺に行っちゃう、水がね、それを肺水腫と言うんです。だから普通のあの胸水で、で水が溜まってるのとはちょっと違って、肺から水分がだけ出てきちゃう状況だから、こういう時は全身の血管を広げてやる、でそうすると圧力が下がる、下がる、そういうこと。で一番効くのがこの静脈の太い血管を広げるのがリトログリセリンで、人間の心臓悪い人ってリトログリセリンの錠剤を持ってて、小説で下の下に入れるみたいな、そうそれで昔からある薬、これは静脈性の血管が必要だ、だからこれを、ただねこれね今錠剤しかないんだよね、拡張剤錠剤しかないんですよ、前はね、ってことはハムスターはで、はい、もうこれ製造中止になったニトログリセリンなんだけど、昔はこういうペースト状のやつが、でまだこんだけ残ってるから、これをちょっと使って、あの塗りました、そうすると塗ることによって、なんていうのかな、血管が広がって心臓すると、心臓は呼吸楽になる、でそれとあとはやっぱ酸素ですね、もう絶対的に酸素がいる、少しでも効率が高めるために酸素に入れて、それであと自力で、ひまわりはちょっとかじろうとしてます、でも食べてない、まあかじろうとしてただけかな、でまああとは自力で食べることと、食べなきゃ栄養補助で運動食、でこれはなんとか 6cc、食べさせたは食べさせたけど、でもまだ呼吸は荒い、だからこれ治療しようと思うところは外来では無理で、でも入院したからって絶対治りますよとは言い切れないんだけど、そうですよね、コントロールできる、年が年で、でもうすでにねこの子ね、あの今飲んでる薬の A の方に、A の1番にね、もう心臓大きいの分かってたからさ、ピモベンタンっていう心臓の収縮力を高める薬とか、エナラプリルっていう、まあ、血管のちょっと広げる薬とかさ、いつでも飲んでるんです、でも飲んでてもさ心臓病の進行は してきますわね、ペースが遅いだけで、で実際レントゲンで見るとびっくりしましたこれ、ね、前も大きいよって話したと思うんだけど、5月で9月で倍近いです、心臓のサイズね、横から見ると、なんていうか、私が飼ったハムスターって2匹目なんですけど、2匹とも心臓が大きくなって肺に水がっていうので、
先生の体感だとハムスターの死因というか最後の方っていうのはどういう病気が多いんですか？そんなよくある感じの、いや、まあ、やっぱ長生きする子に多いよね、心臓病。反対に言うとさ、2歳とか2歳半とか過ぎてないとさ、はい、あの、まあ、若くても心臓病になって亡くなる子はもちろんいるんだけど、はい、先天的なのが、はい、でも後天的になるやつはやっぱ長生きな子がなってきますね、どうしても、ね、だから、どうしましょう。それか、あの夜だけ家にいてもらって、はい、でまた頑張ってくれてたら明日の朝から夜までこちらで治療する。要はここにいると酸素に流せれるからさ、はい、そういう治療するか、まあ、今晩もこのままあそこの部屋で酸素流して栄養補助しながら投薬するか、どうしよう。あともう一個、酸素入ってた方、酸素のお部屋にいた方が多分楽ですよね、本人的には。前の子が酸素の部屋に入れ、ここを入れてもらったんですけど、その時すごい楽そうな顔に一瞬入れた時になったのがすごい印象的で、なんか周りはこう最後、まあ、その前の子の最後の時に、いや家の方がいいんじゃないって言ったりしたんですけど、いや絶対家より酸素がいいと思って。でもう一個ね、酸素を貸し付けるところがあるんですよ、はい、酸素、あの、あそこに四角い機械があるじゃないですか、はい、あれ空気を濃縮して、はい、で、あの空気を取り入れて濃縮酸素を出す機械なんですよ、はい、そういう機械をね、貸し付ける業者があるんですよ。そういうのを借りていただければお家の酸素が壊れる。ただ、今の今日のこの時間で今日っていうのは多分無理だと思う、はい、今日頼んで明日っていうのは可能かもしれない。酸素発生機械使うにしてもね、もうちょっと状態が良くなってくれんとなかなか厳しいですけどね。これはとりあえず酸素を出してくれる機械とこういうテントと酸素発生器貸してくれるんですよ。ただ借りると、最初の5日間はこれぐらいです。であとはに、あの、なるほど、はい、あの、なんだっけ、半月で休止するもの。いや、これワオというのは何でかというと設置場が、あ、なるほど、設置場が入ってるわけです、はい、で、こういうのを使う子は5日以内に亡くなるケースが多いから多分5日で、あ、なるほど、怖い。だけどこれを通り越すと結構長く使える子はいるから、はい、それでまあ15日単位でやってるんじゃないかなと私は思う、はい、確かにだってこれ使い、はい、自宅でこれ使ったら最初の頃が危ないわけなんで、そうで、そういうのもあります、はい、そうするとこういうのをセッティングしておいてもらえれば、朝から夕方まで、夜までここで治療して、はい、夜は家で酸素の部屋、別に、はい、ずっといなくてもいいです。本人が出たいっていうのならちょっと普通の部屋に出してあげても全然悪くないんだけど、はい、そういうのを最近は貸してくれるところもあります。それからネットで探すと、レンタル酸素で探すともうちょっと安いところもあるかもしれないし、もうちょっと高いところもあるかもしれない、まあ、平均的な値段だと私は思うんですけどね、はい、まあ、一応これも私なんです。で、じゃあちょっと一回、あ、これは私なんですね。